ございます。やんちゃです。2022年12月2日金曜日の朝です。タイマー18分。はい、お願いします。そしてフランクシュ、はい、やりますか。よいしょ。タイマー2分。2分のタイマーを作成します。はい、お願いします。今日の天気、今日は雨じゃない。はい、よかったね。ただ最高14度、最低8度、ちょっとやばいですね。しばらくそんな感じか。しばらくっていうかもう明日から最低気温が5度とか、ずっとだわ。もう完全に明日から超冬ですね。いや、もう今日からと言ってもいいか。はい、冬です。本当にありがとうございました。はあ、朝刊見ますか。出生急減、80万人割れ、やば。人口1億人未満早まる恐れ。まあそうでしょうね、そうなりますよね。ああこれね、この中国中部九州カルテル課徴金、これなんか関西電力もカルテルを組んでたらしいんだけど、関西電力は垂れ込みをしたので無罪っていうことらしくて、ちょっと笑っちゃいましたね。しかも何これ、最初関西電力が持ちかけたんじゃないのみたいな話もあって、それはかわいそうだなってちょっと思いましたけど、まあね、悪いことはできませんね。ぐおー、きつい。あと5秒、2、1、0、ぐい。つら、結構腹筋がつらいですよね。あと腕立て何15回、やだよ。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。マジで限界だよこれ。ほんと15回は目の前がチカチカするもん。ほわーちょ、ほい。なんかプランクの時の腕立て15回きつい。やめたい。はあ、やだな。さて今日もいい天気ですね。曇ってはいるんですけど、曇ってはいるんですが、まあ割と晴れ間も見えていて、はい、雨も降らないし、まあいい天気と言っていいでしょう。日差しが強すぎないっていうのがいいですね。で、西とか北の空は青空って感じ。なんか足立区だけ曇ってる。足立区と荒川区と墨田区と台東区だけ曇ってるみたいな空になってる。あと葛飾区もかな。ギリ江戸川区も曇ってるか。じゃあもうあれじゃんみたいな。東京の東側全部曇ってるじゃんみたいな。まあでも実際そうですね、西側は晴れてる青空です。
なんかこうやって空を、なんか東西南北空を見渡してその違いを見るのは結構楽しいですね。なんか今朝起きたらサッカーの話題が盛り上がってて、なんか朝4時からあの2022年ワールドカップの予選で日本がいる組が何でしたっけ、 E でしたっけ、 E グループかなんかの、まあ、最後の結果が分かる試合が行われてたっぽくて、で何ですか、日本とスペインが戦って、まあ、結構スペインは強豪なのでまあきついんですかねみたいな感じだったのが、なんか逆転勝利でやったぜみたいななんかブロックを1位で通過したのかな、すご、怖いですねはい、まあそんな感じでサッカーが盛り上がってましたっていうのを、なんか2022年12月2日の出来事として記録しておこうかなと思って話題にしただけで、わしはそこまでなんかなんだろう、朝4時に起きてうおーって感染してなかったことからも分かる通り、はいなんだなんだ急にイガラっぽくなったここはミュートにしとくか、覚えてればはい、こんな感じでしたね。なんかさっきもプランクの時に言ってたと思うんですけど、めちゃくちゃ寒くて、今何度かな、温度計、カバンの中に入ってる温度計で 14.5 度だから、この下に置いとけばまたあれですか、正しい温度が測れるかな。ちょっとしばらく置いときますか後で気がついたらもう一回現在の温度気温を言おうかな。はい、あでもそこまで変わんないな、 14.5 度、じゃあそうでもないのか、なんか最低気温が8度とか一桁に突入してるのでやばいかなと思ったんですけどなんかあんまり朝寒いとその屋上に出るのが億劫っていう問題があって、急にね夏と違ってその自分の部屋と屋上との間の距離が広がるっていうかついなんかね LINE のグルチャでなんかチャットしたりとかしたりするぬくぬくと、はあ、でもダメなんですよ、ちゃんと毎日やっていることなので屋上活動をやらないとね。コーヒーが入ってるんですけど、今日なんかこのマンションのあの受水槽の清掃かなんかでなんか濁り水が出るってんで、ちょっと濁り水中はねなんか水とかお湯とか使いにくくなるから早めに作んなきゃって言って作って、このトラベルマグでね保温しとくと、早めに作って置いといても屋上に来た時には熱々が飲めるのでいいですね。でも3万円しますこれ今買うと本当に信じられないよな、これが3万円するっていうのかな。はあ、よく買ったよね去年のわしこれを、今でもちょっと信じられないですねちなみに当時は2万4千円ぐらいでした。なぜか今値上がりして3万円らしい。さてと、今日の話題なんですけど、まあなんかけん玉とかね、あと何、アマチュア無線とかね、あとなんだキューブとか、あとは何、科学的に正しい筋トレとか、なんかやらなきゃいけないことはたくさん溜まってるんですけど、まあ今日はそれらを差し置いて何をやるかというと
これですね。ブン。なんか届いた。Kindle Scribe っていうやつ。Kindle が届いたんで、ちょっとこれの紹介っていうか、はい。ファーストインプレッション押しますか。ね、どうしたらいいですかね。まあそもそも Kindle って何なんだっていう、その Kindle って言った時に、その Amazon の電子書籍ストアのことを Kindle っていうわけですけど、じゃあこれも Kindle なわけですよね。なんか紛らしいデバイスの名前とサービスの名前分けてほしい。そう。ハードウェアとしての Kindle みたいな、なんかなんだろう、前置きをつけないと伝わらないじゃないですかね。で、今まで持ってたのがこの小さいやつ、標準サイズの Kindle オアシスっていうやつで、こういう感じになっていて、なんかここの部分がなんか持ち手として出っ張ってる、持ち手として出っ張ってるっていうよりは、ここにバッテリーを入れて持ちを良くしてるんだとは思うんですけど、こういうやつを持って使ってたわけですね、今まで。これはこれで、まあなんか一つの完成形というか、まあほぼいいよねこれでっていう感じだったんですけど、まあ、これもなんか課題がいろいろあって、いやいろいろはないな、一つか、課題が一つだけあって、この充電端子が USB-C じゃない、マイクロ USB っていうところが唯一この Kindle Oasis の辛いところだったわけですね。なのでUSB-C になった Kindle Oasis が出てくれればもう最強だよね、覇権だよねって前からずっと言われてるわけですが、まあ、今回新しい Kindle が出て半年ぐらい前ですかね、なんか Oasis じゃない廉価版じゃないな、標準の Kindle ペーパーホワイトっていうやつがあって、それの新しいモデルが USB-C になったっていう出来事があったんですよね。で、この Kindle Oasis っていうのはどっちかというとそのプレミアムモデルみたいな感じなので、まだアップデートされてないんですね、ラインナップとして。なんかバージョンアップされてない、ハードウェアとして。だからそのまんまなんですけど、そこで完全にその今まで出てたそのペーパーホワイトとかオアシスとかとは一線を画す Kindle デバイスが発売されて、まあヤンチャクラブでも予約しましたっていう話はしたと思うんですけど、それがこの重っKindle Scribe なわけですね。で、これはそのいつも使ってるこの何ですか、ヤンチャクラブネタ帳ノート B5 と、まあ、ほぼ同じサイズですかね、はい、B5 サイズの Kindle ってあの液晶画面じゃなくて、あの E インクと呼ばれる電子ペーパーっていうなんていうんですか、画面を表示し続けるために電力を消費しないで済むっていうやつですね。ああいうやつなんだっけ忘れちゃった。子供が落書きして、でなんか磁石で砂鉄をこう画面の前側に寄せて、で字が浮き出てくるみたいな、でこうやってシューってやると全部消えますみたいな、何言ってるか分かります？なんだっけ、あれのことをなんて言うんだっけ、忘れちゃったな、もう。はい、まあそういう感じで、なんか E インクって呼ばれてるんですよね。でその基本的にはその液晶画面ってなんか光を発していて、でその発している光を持ってその字とかを認識するわけですけど、 E インクの方は
実際紙にインクで書かれているかのように、その板にそのなんていうんですか、黒い文字なり絵なりが、なんて言ったらいいの印刷されているような状態になっていて、そのこっちからの光が反射する光で、絵とか字を見ることができるので、なんか本を読んでる時と同じような体験ができるっていうことらしいよでそれだとなんか暗いところとかで読めないじゃんみたいな話があるので、なんか最近の Kindle にはだいたいあのフロントライトっていうのがついてて、一番初期の Kindle にはついてなかったんじゃないかなと思うんですけど、まあここ数年の Kindle には全部ついてるフロントライトっていうやつがあって、その電子ペーパーとこのデバイスの間ぐらいにいい感じになんかライトが入ってて、要するになんかまあ照らしてくれるんですよ板そのものが光って目に向かってこう光を飛ばしているんじゃなくて、この盤面を照らすライトがどうやってついてんのかよくわかんないですけどね、ついてて、まあいい感じに暗いところでも読めるようにしてくれるっていうやつなんですよ。はあ、基本的な説明はこんな感じでいいですかで、オアシスとの違いをねレビューしたらいいんだろうなと思うんですけどわしが思ったオアシスとの違い、細かい違いですね、結構あるんですけど、まあ一番でかいのはその USB-C ですね。ここです。わかります？この長い辺のところにボタンとかポートがあるんですけど、 USB-C になりましたと。まあこれは順当ですよね。もう今更マイクロ USB 嫌だよっていう話なんで、なんですけど、このオアシスの方はページ送りボタンっていうのがついてて、よいしょ、このページ送りボタンっていうのがついてて、なんか上ボタンを押すとページが進んで、で下のボタンを押すとページが戻るみたいな、これがなんかこの持ってる状態でカチ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 って言って送ったり戻したりし放題っていう、これがねめっちゃ良かったんですけど、スクライブの方にはそれがついてなくて、まあなんかいい感じで自分でなんて言うんですか、画面のこう右側をタップすると戻って、左側をタップすると進むとか、あと何スワイプシュッてやると進んで、シュッてやると戻るみたいな、こっちにスワイプすると進むのか、でこっちにやると戻るのかなみたいな、若干カチ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 で押すだけっていうのと、スワイプしなきゃいけないっていうのとでは若干ですけどやっぱり体験が違うというのが、あるがまあいいかっていう、まあいいかですね。でスクライブのまあ利点、大いなる利点っていうか、もう絶対に覆せない利点、あのオアシスと比べてはやっぱこのデカさですよね。だからほぼ2個分なんですよ。だからダブルキンドルってことなんですよね。要するにね、この2個分あるから、その本を見開きで読むことができるっていうのがでかいわけですよね。だから今これ文庫っていうか新書の本を開いてるところですけど、まあ見開きで読めるのはまあ、新書が見開きで読める利点あるかって思わなくもないですけどいやわかんないですよ。なんかフラッシュリーディングとかできる人はパッページごとにパッパッパッとこう全ての文字が頭に入ってくるから、なんか1画面に表示できる文字数が多い方が嬉しいじゃんみたいな話になるのかもしれないけどなるかなまああとはあれですね、あのまあ新書はまあいいとして、あの漫画ですか、漫画を読むときとかにまあ嬉しい
かもしれない。長押しするとページ送りができる。そうだな、こういう感じ。わかります？漫画、漫画を見開きで読める。これおそらくですけど、ほぼこれジャンプコミックスですけど、ジャンプコミックスのリアルなサイズに近いんじゃないですかね。これはいいような気がする。見開きで、最近のね漫画ってちゃんと、なんて言うんですか、見開き、あの電子版を見開きで見た時に、その見開きページ2ページ使って1ページにしてるようなページは継ぎ目が本当に完全にない状態で収録されてるので、そういう意味では読みやすいっていうか、なんつう、1枚の原稿で作ってるから、まあ、それを本にした時はやっぱこうやってこうやってなるじゃないですか。だから昔はそれが前提だったから、見開きページを作る時とかも、そのなんていうんですか、これをこの部分、このページをこうやってぐんにょりした状態で読んだ時につながるように書いてたんだと思うんですけど、最近はもう電子版とかで読むことを想定してか、1枚の原稿なんですかね。それとも昔からそうだったのかな。ごめん、実は比べてないから分かんない、はい、でもまあ漫画を読むのにはいいかもしれないですね。今までもその Kindle Fire HD タブレットっていう、あの液晶のタブレットでデカめのやつ、そうですね、10インチ、ここまででかくなかった、ここまででかくなかった気がするけど、もうちょっとだけ小さいやつで、まあ見開きできたはできたんですけど、なんか液晶だとやっぱりね、ピカって光るから、目の負担が結構でかい気がする。まあその点、こっちはね、本当にリアルの紙の単行本を読んでいるかのような感じなので、そこはいいですね。はい。まあ言うてそこまで漫画をたくさん読むかっていうと、まあ読むっちゃ読むけど、Kindle でなんだろう、本を読んでいる時間の中で漫画が占めてる時間っていうの、そんなに長くない気がするですよね。漫画ってなんかすぐ読めちゃうから、なんか例えばジャンプコミックス一冊だったらなんか5分とか10分で読めちゃうから、そう考えるとやっぱり活字を読む方が時間としては長いわけですね。なので活字を読むのにいかに便利かっていうことを比べないといけないわけですけど、なんか iPhone とかで、 iPhone の Kindle アプリでも読むことはあるわけですけど、 iPhone の Kindle アプリで本当に辛いと思っているのが、今使ってる iPhone がこういう、もうそうですね、 iPhone 6 Plus の頃からだから8年前とかですか、1、2、3、4、5、6、6年、いや6、7年前くらいですか。からこのサイズ、このサイズの iPhone を使ってるわけですけど、あの縦に長いんですよ、なんかこの iPhone っていうか、画面がでかいのはいいんですけど縦に長くて、で Kindle アプリでその新書とかを読むときに、なんか縦に長すぎるっていう問題があって、私でもリアルの新書の単行本を読むときにも思うんですけど、縦が長いのが嫌で、あの 上下の視線移動がたくさんしなきゃいけないのがね、嫌なんですよ結構。だからね、あのなんて言うんですか、これね、こう説明しにくい。説明しにくいけど説明しますが、今この状態わかりますか、この状態が、まあ、そのオアシスの画面に活字がびっしりある状態、
これ大体その新書とかで読むときと、まあ、近いわけですけど、これがね嫌なんですよ。で iPhone で読むときも縦がこういう感じで、縦の文字数ですか、縦の文字数がこんな感じになるので、私はそのオアシスで普段その活字を読むときにどうしてるかっていうと、余白設定っていうのがあって、余白設定をするとここまで上下に余白が作れるんですよ。こうすると私は縦の視線移動が減ってすごく読みやすいんですよ。そこがね大事なんですよ。私縦のね、その視線移動をする目の筋肉が多分弱ってるんですよ。なぜならツイッターを見すぎて、ツイッターは視点を固定したままこう指でスクロール、縦にスクロールしていくじゃないですかしかも横書きの文字を読むじゃないですか。だから目を縦に動かして文字を読むっていう筋肉が退化してるんだと思うんですよねおそらくですけどだから多分これはあのわしの想像でしかないですけど、きっとそういうことなんだろうなと思ってて、だから縦の余白の設定ができるかどうかっていうのはわしにとって結構重要なんですよ。なんですけど、このスクライブの設定の中にそのなんていうんですか、余白設定があるっちゃあるんですけど、余白の設定をすると分かります？今あのオアシスと同じ設定をしたんですけど、縦の余白なくないですか？これなぜかっていうと、この縦の余白を作ってるんですねそう、見開きモードなのにデバイスの上下に余白を作っていて、はい余白ですって言ってるんですよ。これそうじゃねえんだよそうこの縦、ここに余白を作ってくれ、頼むから、この横向きにした時の上下に余白を作ってほしいっていう設定をわしはしたいんですこれがね分かってくれてなくて、本当にね嫌だそれが。はあ、いやーまさかね、そうじゃねえだろ。だってさ、じゃあ見開きにしないとするじゃないですか、仮にこれ見開きにしないで、なんだろう、 Kindle の何ですか、文庫本とか新書本を読むとどうなるっていう話ですよね。よいしょよいしょ、こうですよ。だって見開きじゃなかったらこうで、これで読まないでしょ。あ、でもあれか、めっちゃ老眼が進んできたらこれで読むっていうのはありかで、こうやってちょっと離して、あーなるほどね、はいはいはい、老眼が進んだらね、そうかもしれませんよ。で、なんかこの状態でその何、余白の設定をまあ、最大にしますと、あれ、ちょっと待ってあれ違うな、これやっぱ縦の状態でも左右に余白作ってるな。そうじゃないでしょう。じゃあこれもしかしたらバグじゃない？バグですねこれ多分。だってオアシスと挙動が違うもん。なるほど、じゃあもしかしたらソフトウェアアップデートで治るかもしれないのかこれ。ああ、それはいいですね、ぜひそうしてくれどうしよう、これでオアシスの方がバグでしたみたいな感じになったら笑うけどでもそう、余白なんですよ、縦の余白をね作ってほしいんですよね。ちょっと待って、これもしかしてどっか設定にあんのかな、余白を縦にするみたいな、ユーザー補助とかのとこにある？ないよね。そんなアクセシビリティとか？いやー、ないっすね。というわけで、他は、あとは、防水じゃないぐらいですか？
防水じゃないっていう点がちょっときついぐらいかな。それぐらいで、まああと重い。まあ今まで楽々持っててたのが、iPhone と同じぐらいかな。でも下手すっと、ちょっと調べてみるか。スクライブの重さと iPhone の重さ比べよう。なんか同じぐらいな気がするな。 Kindle スクライブ重さ、Kindle スクライブの重量は、よいしょ、433g。 iPhone 14 Pro Max の重さは、14 Pro Max の重さ何グラムだ。わしもうスクライブの重さ忘れそうだから早くしてくれ。433g。 重さでググるか。重さ、あれ240g、 そんな軽いの。あれ、なんかめっちゃ重く感じるけど、やっぱ小さいからか。あ、なんだ、 240g とかじゃん、はあ、じゃあはるかに重いわ。スクライブの方が 433g もあるからね。え、でも逆に言えばこの重さは一応片手で持てはするから、 iPhone 400g まで重くなってもいいぞ。でもさすがにこのサイズで 400g だったら重すぎてやばいですよね。はぁ、ちょっと本の余白を上下にするオプションとかないのかな。マジで見た感じないんですよね。ちょっと実はこの設定をいじればそうなるよっていうのを知ってる人がいたら教えてください。わしは上下の余白が欲しい。はい、ちょっとあれかな、時間が経ちすぎたかな。お、あれ、なんか急に上下の余白が出た。あれ。ちょっと待って、え、なんか急にいい感じの余白になったんだけど、どういうこと。ちょっと待って。はあ、なんか、え、ちょっと待って。あれ、一回余白の設定をして戻したら、もうなんか左右の余白になっちゃった。あれ、ちょっと待って、一回ライブラリに戻ってからもう一回本を開き直すと適用される、もしかして。適用されたわ。すごいいい感じの縦の文字数になりました。おかげさまで、やった。じゃあ完璧じゃん、これ。なんかリアルタイムで反映されないのが嫌だけど、わし別にこの設定を今後いじったりすることないから、いっか、これで。ありがとうございます。Kindle スクライブ最高。やった、一番残念なポイントが今解決してしまった、嬉しい。あとはまあそうだな、防水は一応なんか保険、 Kindle 保険みたいなのに入ってて、壊しても送ると新しいのが送られてくるから、なんか、あ、でも水没はダメなのかな、わかんないけど、でも事故も大丈夫って言ったから、なんかうっかり水没させても交換できるからいいかな。多分風呂で読んでても大丈夫だと思うんですよね。ぼちゃんまで行くとさすがに揉めるかもしんないけど、風呂の湯気ぐらいだったら多分大丈夫だと思うんですよね。なんでちょっと風呂でもね、
使ってみようかなとは思いますけど、はい、じゃあ終わりです。ちょっと長くなっちゃった。バイバイ。